サーテルナーリア祭りは、サーテルヌス神を祝した古代ローマの祭りである。農人祭とも、12月17日から12月23日までを、開催期間としていた。グレゴリオ歴に換算すると、後世と同じ形のユリウス歴で遡れる、限界である西暦4年から99年までは12月15日、開始。100年から199年までは12月16日、開始。 200年から299年までは12月17日開始となる。ピレウス坊。プッテア州より出土した古代ギリシャの赤い皿。紀元前4世紀。ルーブル美術館所蔵。サーテルナーリア祭りはローマでも盛大に行われる祭りの一つだった。特に馬鹿騒ぎと社会的役割の入れ替えを特徴とし、 奴隷とその主人がこの期間だけ表面上役割を入れ替えて振る舞った。サーティルナーリア祭りは、紀元前217年頃、第二次ポエニ戦争でカルタゴ2軍が惨敗した後、市民の士気を高めるために催されたのが始まりである。もともとは12月17日の1日だけだったが、非常に好評だったため1週間まで延長され12月23日に終わるようになった。 この筐体の期間を短くしようとする努力もなされたが、失敗している。アウグストゥスはこれを3日間にしようとし、カリグラは5日間にしようとした。これらの試みは、ローマ市民の間で騒乱と大規模な反乱を引き起こした。サートルナーリア祭りでは生贄を捧げる古くからの習慣があり、サートルヌスの神殿前に生贄を置く長いスを設置し、 サートゥルヌス像に普段結ばれていた縄を解き、その年が終わるまでそのままにしておいた。儀式の進行と記録のため、サターネーリショスプリンケプスが選ばれた。公的な儀式のほかに、この期間は祝日とされ、各家庭でも個別に祝う習慣があった。学校が休みになり、小さなプレゼントを作って贈り合い、特別な死が開催された。 奴隷であってもこの期間だけ公に賭博が許された。もっとも一年の他の期間に奴隷が賭博行為を全くしていなかったという意味ではない。サーテルナーリア祭りの期間中は大いに飲み食いし、騒いだ。清掃である戸ガは着用せず、非公式でカラフルなディナー用の服を着用した。そして解放奴隷のこむるピレウス棒を誰もが被った。 奴隷は主人に口答えしても罰せられなかった。奴隷も宴会に加わり、宴会の給仕を主人が務めた。ただし、社会的立場の逆転は表面的なものだった。例えば、宴会の給仕は、奴隷が務めることも多く、主人の晩餐の準備は奴隷たちが行った。すなわちこれは微妙な教会の中での気ままさだった。つまり、これは、 社会秩序の破壊ではなく一時的な逆転でしかない。小セネカは、紀元50年頃のサートルナーリア祭りについて、次のように記している。今は12月で、死の大半は大騒ぎだ。手綱を緩めることで、大いに浪費がなされる。サートルヌスに捧げられた日々が、普段の仕事の日々と本当の違いがあるとでも言うように、あちこちから、 大がっかりな準備の音が聞こえるかもしれない。あなたがここにいたらなば、私は喜んで我々の計画について議論しただろう。普通にしているのが奇妙なら、トガを脱ぎ捨てて夕食を共にすればよい。ホラティウスの風刺し通7ではサーテルナーリア祭りで奴隷と主人が立場を入れ替えたという設定で、主人が自身の情熱の虜となっていることをその奴隷が批判する。 マルティアリスのエピグラム第14巻には、サートルナーリア祭りの贈り物に関する一言の詩があり、一部は高価だが一部は非常に安っぽいとしている。例えば、筆記用タブレット、サイコロ、羊の骨を使った遊具、貯金箱、串、爪楊枝、帽子、帽子ハンティングナイフ、斧、各種ランプ、ボール、香料、笛、豚、ソーセージ、オム、テーブル、カップ。 スプーン、衣類、彫像、仮面、本、ペットなどを挙げている。ショープリニュースの書簡集2.17-24では、彼が隠居書として使っていたビッダの離れの部屋について、記している。特に、サーテルナーリア祭りの間、祝日と祝祭の気ままさでこの家の他の部分は騒がしい。それでも、私は、家族の遊びを妨げはしないし、家族も、 私の仕事や研究を妨げない。マクロビウスは、サトゥルナリア i24.23 から23で次のように記している。一方、ペナーテイスに捧げ物をする役目を担い、食料や家事を取り仕切っている、奴隷長がやってきて、主人に例年通り奴隷たちがご馳走を食べたことを告げた。というのもこの祭りの古くからの慣習を守っている。家では、 奴隷たちが主人であるかのように先に晩餐を取り、その後で主人のための夕食が用意されるためである。そこで奴隷長がやってきて、夕食の用意ができたことを告げたのである。詩人カトゥルスはサートゥルナーリア祭りを最良の日々と記している。それは祝祭の時であり、友人を訪問する時であり、贈り物を贈る時だという。この祝日の意義を把握するにあたり、 ローマ帝国における奴隷と後世のヨーロッパやアメリカでの奴隷では、その置かれている状況が全く異なるという点が重要である。家庭内の奴隷は本質的に法的な権利を全く持たなかったが、奴隷個人は人間として尊重されており、後世の奴隷とは異なる。奴隷は、 家庭の不可欠な一員とみなされており、裕福なローマ人女性は奴隷たちのために様々に世話を焼いた。タルムードとミシュナーには当時の8日前に始まるセターナと呼ばれる異教の祭りについての記述がある。それによるとその祭りが8日間続いた後、コレンダという祭りがあったという。タルムードではこの祭りをアダムが起源だとしている。 アダムは当時に向かって徐々に日が短くなっていくのを彼に対する処罰だと考えた。彼は世界が創生以前の混沌と空虚へと回帰することを恐れ、8日間座って絶食した。そして再び日が長くなったことに気づき、それが自然のサイクルであると理解した。このため、この8日間を祝うようになった。タルムードではこの祭りが後に、 異教の祭りに変化したとしている。紀元一世紀頃の初期のキリスト教徒がイエスキリストの誕生日を知っていたという歴史的証拠はない。実際、当時のユダヤ人の法律や慣習では誕生日は全く記録されなかったと見られている。ワールドブックインスイクロープデアによれば初期のキリスト教徒は誕生日を祝う習慣は異教徒のものだとみなしていた。実際イエスが 自分の生涯について何らかの記念に類することを命じたのは死に際してのことだけだった。クリスマスに類する祝祭が初めて記録に見られるようになるのはイエス・キリストの死後数百年後のことである。新しいブリタニカ百科事典では当時の後の太陽の復活を祝う古代ローマの習慣に日付を合わせたとしている。この祝祭には 現代のクリスマスと同様に贈り物をしたりごちそうを食べる習慣があった。ありがとうございます。